佐藤さん、アップテンポな曲をリクエストもようでしょうか。気持ちが前に突き進んでいるということで、前回は最後の曲はかなりハイテンポでしたけど、まあ私もプロになってそうですねだいぶ経ちますけど、もうここ12、3年はですね、ずーっと同じテンポで曲作ってるんです。テンポ58で作ってるんですね。コンサートも全部テンポ58でやってます。だね、そういうアップテンポとかローテンポなくずーっと同じテンポでやってるんです。テンポ58ってご存知でしょうか？テンポ58は月のテンポとか、あと命のテンポ、命のリズムとか言われています。太陽はテンポが60。まあ、つまり1分間60刻みという。あれは太陽の刻みなんですね。で、月はそれよりもちょっと遅くて58刻みになってます。で、なんで月のテンポかと言いますと、人間って本来月のテンポで生きてるんですね。月のリズム。実験で窓も一切ない、まあ、隔離された部屋に暮らして時計もなくて、人間は暮らしていくとどういうリズムで生活するかというのを実験でやりましたら、テンポ58というのが分かったんですね。まあ、つまり1日って24時間なんですけど、本来人間は、まあ、25時間近い周期で生活してるんです。まあ、ただね、朝起きるとお日様見て、体内時計を修正していくということなんですね。太陽もなくて時間もわからないところで暮らすと25時間近い周期で人間は生きてるということで、これは月のテンポと呼ばれています。ミュージシャン、まあ、プロになった頃にいろいろと勉強して、それからねテンポ58でずっとやってるんですね。で、倍にしたら116というので、よく巷では月のリズム116とかで出てるんですけど、あれは116じゃなくて本来は58なんですね。116だと倍速になってしまいます。まあ、ただ58で曲を作る人ってね、ほぼいらっしゃらないんです。まあ、かなり遅いですので、通常のバラード、ね、バラードでテンポ70ぐらいなんですね。58というのはね、まあ、いかにゆっくりかというのがわかると思います。私もね、もう10年以上テンポ58で作ってますので、まあ、結構、まあ、染みついてるわけなんですけど。まあ、もともとね、私リズム感があまりないので、ね、あんまり速いリズムってあんまりやらないんですけども。まあ、116は時々やりますね。